ホットチョコレートとチュロススペインでの朝食の定番チュロとは、スペイン、ポルトガル、モロッコ及びキューバなどのラテンアメリカ各国で広く食べられている揚げ菓子である。日本ではチュロ及び複数形のチュロスとして定着している。スペイン語では、チュロのロは、RR で巻き舌で発音する。またチュにアクセントがあり少し長く発音されるため、 日本語でチュロと表示されることもあるが超音ではない。マドリードのチュレリアやチョコレートやチーズなどを詰めたレチュロレイエノもしくはチュロレジェノ、あるいはチュロレリエノも広く供されている。スペインのチュレリアでは朝食にチュロやチュロに似たポラを濃く入れたホットチョコレートに浸して食べる姿が多く見られる。日本のチュロスはまっすぐで表面に砂糖がまぶされているものが多いが、スペインのチュロスは カーブしており、表面には何もかかっていない。マドリードの老舗、サンヒネスは1894年の老舗で24時間営している。軽くて香ばしいカリカリのチュロスを濃厚なチョコラテに浸して食べる。口述の製法及び理由により、断面が円形な一般の揚げドーナツに比べ硬い、食感が特徴。アメリカや日本を含めその他の地域でも広まっており、チュロが ドーナツ店やカフェ、他に遊園地、テーマパークのスタンドや競馬場、映画館、街角の屋台でも売られており、手軽な軽食として利用されている。チュロスは小麦粉と水と少量の砂糖、塩を混ぜた生地を星型の絞り器から絞り出して油で揚げ、蜂蜜、砂糖、シナモンなどをまとわせたもので、形はまっすぐなものと湾曲したものがある。 湾曲したものは揚げ鍋の縁から中心に向かって螺旋状に絞り、揚げた後適当な長さに切断する。調理には絞り器と揚げ鍋がセットになった専用の調理器が用いられることもある。また生地にココアなどを混ぜて味付けすることもある。チュロを丸い絞り器で形成すると揚げた際に内部の生地が膨張し爆発を起こし高温の油と共に飛び散る危険がある。 これは、生地を熱湯で練って作るために、粘り気が大きく、結果閉じ込められた水分が気化して、急激に膨張し、水蒸気爆発に近い現象が発生するのが、原因である。それを防ぐため、星型にして、表面積を大きくし、油から素早く電熱することにより均等に、加熱調理するとともに、効率よく、生地が家水分を放出、蒸発させ、 急激な膨張を回避している。ありがとうございます。